ヌルデは、ウルシかヌルデ族の落葉鉱木。ウルシほどではないが、稀に被れる人もいる。別名フシノキ、カチノキ。ヌルデの名は、かつて幹を傷つけて、白い汁を取り取料として使ったことに由来するとされる。フシノキは、口述する、木薬のフシが取れる木の意である。カチノキは、聖徳太子が、ソガウマコと、モノノベモリアの戦いに際し、 ヌルデの木で仏像を作り、孫の戦勝を祈願したとの伝承から、私有一種。樹高は5から6メートルほどの小高木であるが、10メートル以上の大木になることもある。若い枝は紫褐色で、楕円の皮目ができる。年ごと樹皮に縦の割れ目が入り、やがて全体が開白色になる。葉は9から13枚の小葉からなる、奇数上複用で、葉くには、 翼がある。商用は5から12センチメートルの長大円型で、周囲は、ノコギリ状がある。商用の裏面全体に毛が密生している。表には、用脈状に毛がある。ヌルでの葉には、ヌルデシロで白油ムシ,シュレッチテンデイリアチャネンススが寄生し、虫こぶを作ることがある。葉は秋に紅葉し、野山を彩る。新芽も赤く染まる。花は、 塩水果樹で7、8月に開花する。花は数ミリメートル程度で5つの花びらがある。雌花には3つに枝分かれした雌しべがある。雄花には5本の雄しべがあり、花弁は反り返っている。果樹は枝の先端から上に出るが、なんとなく垂れ下がることが多い。果実ができるとさらに垂れ下がる。秋には直径5から8ミリメートルほどの扁平な休憩をした。 果実をつける。果実の表面に現れる白い粉のようなものは、リンゴ酸カルシウムの結晶であり、熟した果実を口に含むと塩味が感じられる。東南アジアから東アジア各地に自生する。日本では北海道から琉球列島までほぼ全域で見られる。いわゆるパイオニア樹木の代表的なもので、日本南部では草木、赤目菓子などともに、低木として、 道路脇の空き地などに真っ先に出現するものである。伐採など森林が格乱を受けた場合にも出現する。種子は途中で長期間休眠することが知られている。伐採などにより自身の生育に適した環境になると芽を出すという適応であり、パイオニア植物にはよく見られる性質である。歯にぬるで白油虫が寄生すると大きな中泳を作る。中泳には 黒子色の油虫が多数詰まっている。この中英はタンニンが豊富に含まれており、皮な飯に用いられたり、黒色染料の原料になる。染め物ではソラフシ色と呼ばれる伝統的な色を作り出す。陰気や白髪染めの原料になるほか、かつては既婚女性、及び18歳以上の未婚女性の習慣であったお歯黒にも用いられた。ヌルデの果実は、 塩節といい、下痢や石の薬として用いられた。この実は、イカルなどの鳥が好んで食べる。木材は、色が白く材質が柔らかいことから、木腸の材料、木札、木箱などに利用される。ぬるでからは節あるいは節を得ることができた。節は、ぬるでの地面や傭兵が油虫により刺激され、昆状に肥大化したものである。工業用のタンニン酸製造の原料として、 1938年頃には、山口県、三重県、兵庫県などを中心に200トンの節が生産されていた。戦後は、中華人民共和国からの輸入品が急増して、生産は激減している。このほかお歯黒、腫れ物、肥痛などに用いられた。ただし、猛毒のある鳥かぶとの根、武士も、節と書かれることがあるので、混同しないよう注意を要する。 ぬるで族は、うるしカの族の一つ。ありがとうございます。